今からでも遅くない「スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカーの夜明け」を見る前にこれだけは見ておこうハウディ、ジェスアセラーです。えー、今回はネタバレなし「ね、スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカーの夜明け」を見る前にこれを見ておいた方がいいよっていう、まあ、今回の、えー、今絶賛公開中ですね、えー、2019年12月20日に公開されました「えー、スター・ウォーズ・ エピソード9。スカイウォーカーの言い訳。こちらの作品を見る前にですね、これだけは見といた方がいいよっていう、まあ、初心者に向けた方、初心者の皆さんに向けたお話をしていきたいと思います、えー。まず前提としてですね、私の、私がどれぐらいスターウォーズを見ているのかっていう話なんですけど、えー、全くマニアではございません、はい。僕なんかよりも全然スターウォーズ詳しい人、世の中にたくさんいます。 えー、じゃあなんでねなんでそんな <laughs> あのスターウォーズに詳しくもないようなただのおじさんがいこんなことを言ってるのっていう話なんですけどもそういう人のレビューってないよねっていう観点から、えーまあ、凡人が思う、えー、スターウォーズの話っていうところですね、えー、今作スターウォーズスカイウォーカーの夜明けはエピソード9っていう風に書いてあるように、えー 三部作の最終章という構成になっております。なので、えー、これをきっかけに、ここからスターウォーズ、今作でスターウォーズ初めて触れるよっていう人に向けるってなると、ちょっと難易度上かなっていう感じがします。スターウォーズ全部の作品をこれ,これまでずっと見てきた、この38年ですか ?9 年ですか ?40 年ぐらいですか え、続くスターウォーズサーガをずっと見続けてきた人が100%楽しめるものだとした場合ですね、え、今作スター、カイウォーカーの夜明けだけを全く知識がない状態で初めて見た場合、どれぐらい楽しめるかっていう指針なんですけど、僕個人では40%ほど楽しめるんじゃないかなっていうふうに思ってます40。40%です、全体の100。100%中の40%初見では楽しめるかなって思います。 うーんで、まあ、初見でね、見る方に敷居高いなって思ってしまうかもしれませんけど、あのー、安心してほしいです。安心してほしいことが一個あります。えー、続きものだから、事前知識ってある程度必要なんですけど、なんですけど、あのー、事前知識がある僕でも、僕一応一通りスターウォーズシリーズ全部、1から、1から8まで全部見てるんですけど、その全部見てるおじさんでも、 えー、知らない単語がいっぱい出てきます。あ、はじめましてっていうワードがいっぱい、あの、出てきます。それは、スター・ウォーズ全シリーズ通してそんな感じなんで、あの、そこはご安心ください。なので、ん今まで深く見てきた人も、えー、この作品から見た人も、等しく、はじめましてっていう単語が必ず出てくるんで、そこは安心しておいていいと思います。はい。で、その上で、で今までの作品を見ていた中で、いっぱい、こう、 あの時に出てきたあれだっていうのが結構あったりも当然します、はい。集大成なんでね。エピソードの完結編なんでね。それは当然あります。なので、まずこのスカイウォーカーの夜明け、えー、初見で、えー、何の知識もなくて、これからスター、ターウォーズに入る人は40%楽しめるって話もしましたけども、より楽しむためにはですね、えー、まず全部2作品、この前にやってた2作品、こちらの えー、スター・ウォーズエピソード、えー、7、8。ね。新、新三部作っていうのかな新三部作っていうのかなえー、1作目と2作目っていうのが、すでにありますので、これは見といた方がいいです。これを見ておくと、えー、今回のスカイウォーカーの夜明け、そうだなセ60%くらい楽しめます。60%くらい。はい。っていうのもね、あのー、あれなんですよ。あのー、 6と7の間ってあんまり繋がってないんですね。はい。エピソード6と7の間って実はあんまり繋がってなくて、結構溝があるんですよ。なので、えー、まあ、当然ね、それまで見てきた人たちにとってのご褒美的なシーンとかもあったりはするんだけど、それは控えめで、えー、リブートした作品っていう形になっているので、七、え、八、ー、7、8ってとりあえず事前で見て、で、9に行くっていうふうにすれば問題ないと思います。はい。で、7、8は、えー、今、 あの、配信サービスとかでも普通に配信してますし、なんなら地上波で放送とかもね、ちょいちょいやってたりすると思うんで、うん、それでいいと思います。はい、で、そこからさらに突っ込んで、小ネタも拾っていきたい。でも、うん、どれ見たらいいかわかんないって知り込んじゃう人にと、人にお話ししますね。はい、そこからさらにもう少しだけ、もう少しだけ100%とはいかないまでも90、90%とか80%ぐらい、 楽しめるようになりたい。小ネタを拾えるようになりたいって思う皆さん。はい。これを見てください。この二つ。エピソード1とエピソード4。はい。エピソード1とエピソード4。ね。二つありますね。このエピソード1と4っていうのは、えー、エピソード4っていうのが、スターウォーズの原点です、はい。スターウォーズの原点です。一番最初に放映されたスターウォーズです。で、その、 スターウォーズのエピソード4っていうシリーズがあって、4,5,6,4,5,6で、えー、一つの、一つのまとまりになってるんですね。の、ドア玉の作品の4、一番最初。これをまず見てくださいで。それを見た上で、あの、深く見なくていいですよ。流し見で結構です。普通に見てください。見た上で、今度、エピソード1を見てください。 エピソード1っていうのは、4,5,6って作られて、で、映像技術が進化した後の世で、えー、改めて作られた、えー、新しいエピソードになるんで、4と比べるとかなり、あのー、映像のクオリティっていうのは上がってます。上がってますし、えー、スター・ウォーズエピソードシリーズの全ての原点がそこにできてます。何がこれから巻き起こるのかっていうのの源流がそこにありますので、このエピソード1も見ておくことが大事だと思います。 で、この、うん、1見て、4見て、で、えー、7、8って見て、それから9を映画館に見に行くと、90%とはいかない。まだまセ80%ぐらいは、えー、今回のス,スカイウォーカーの夜明け楽しめるようになっていると思います。はい。で、100%楽しもうって思ったら、その間の作品も全部見て、うん、それで100%楽しめる。ただ、1作品あたり全部2時間ずつあるんで <laughs>、 さすがにね、さすがにそこまで暇じゃないと思います。で、そういったところもあって、ね、尻込みする人って結構いると思うんですけど、あのー、最初に申し上げましたように、初見さんで楽しめるように一応なってます。そこはエンタメ作品ですから。大丈夫です。安心してください。えー、40%とは言いましたけども、そんじょそこらの、A、映画の100%分ぐらいの力が、このスターウォーズにはありますので、安心して見て、見て大丈夫です。はい。で、 できれば、この映画でやってる時に見に行ってほしい。映画館に見に行ってほしい。なぜなら、えー、このスターウォーズシリーズっさっき最初に、最初に言ったかな、うん、まあまあ、途中で言ったように、えー、およそ40年の歴史のある長いシリーズになっておりますので、その歴史の生き証人としてね、えー、今後後のちの世に語り継ぐ時に、俺、スターウォーズエピソード9を劇場で 見たんだぜって、完結編の劇場公開の時にちょうど見たんだぜって、後の世に言えるから、後の世で自慢話の一つになるから、この公開されたっていう、この時代に生きてるっていうのは非常に得なことだと思いますので、ぜひともね、劇場に足を運んで見に行ってください。で、できれば、えーっと、そうですね、自分の話す、 ご自分の話す第一言語で見てほしい。第一言語いろいろあると思うんだけど、ね。日本に住んでる方だったら、大抵日本語だと思います。で、英語話者の方もいると思います。ま、この動画を見てくれてるかどうかわかんないと思うけど。で、自分の第一言語でまず見てほしい。っていうのは、あの、スターウォーズってアクション作品みたいな感じじゃないんですね。あの、頭の中空っぽにしてドッカンバッコンワーワーキャーキャーって見るような映画じゃないんです。 スターウォーズは、えー、サーガです。英雄団はい。スカイウォーカーの英雄団になってますな。なので、まあ、言ったら歴史小説、SF 歴史小説みたいなところがある感じの映画になっているので、えー、やっぱり、ね、セリフ回しっていうのが非常に重要なんですね。なので、えー、まあ、字幕見るのが得意な人とか、もしくは英語が直でわかる人だったら別にそれでいいんですけど、ぜひともね、あの、 英語版で見てほしいところなんですけども、最初に見る分には、スッと頭に入れるためにやはり使い慣れた言語。自分が一番使い慣れた言語で、日本語が一番使い慣れてるんだったら日本語吹き替え版でぜひとも見てください。はい。それが一押しです。うん、というわけで、えー、まとめますと、えー、スカイウォーカーの夜明け。初めて見てもいい映画です。はい。ここからスターウォーズに入る。スターウォーズの入り口として、えー、選んでも問題ないです。 むしろ、この映画公開中にぜひ映画館で見るべきです。興味が。興味を少しでも持ったならね。興味を少しでも持ったならぜひ見るべきです。で、見るべきだし、見た後に、じゃあ補完的に何を見たらいいのかなってなると、えー、まずはこの、新三部作の7と8を見てもらって。で、7、8見て、あ、すごいいいなって思ったら、 ソフトウェアになった Q をまた見てもいいし、映画館で、じゃあ今度映画館もう一回見に行こうかと、ね。字幕版で見ようか、iMAX で見ようかっていろいろあると思うんですけど、もう一回見に行ってもいいし、ねえー。興味の入り口として非常にいいとは思います。はい、で、えー、そこから補足するのの取っかかりで、えー、より、よりエモく、このエピソード9スカイウォーカーの夜明けを見たいなって思った方は、 えー、エピソード4を見ていただいて、それでエピソード1を見ていただくと、いろいろ意味が分かってくるから。いろいろと。ね。えー、ぜひ楽しみにご覧ください。はい。えー、ネタバレなしで、初心者の方に、えー、素人の僕が言えるのは、これぐらいです。では、フォースと共にあらんこと、ジェスターズラでした。またいつか未来でお会いいたしましょう。さよなら。